秋葉原店、リナックスカフェとは、かつて、東京都千代田区外神田さんの13の2、リナックスビルの1階に存在した、喫茶店、および、それを運営する企業、株式会社リナックスカフェを指す。喫茶店の正式名称は、カフェソラーレリナックスカフェ秋葉原店で、俗に、さらに、リナカフェとも呼ばれる。なお、熊本県宇城市知らぬ市長御用にも、 合同会社リナックスカフェによる熊本リナックスカフェがあるが株式会社リナックスカフェ及び当店との関係はない。もともとは前オーナーが千代田区に無所上都市区の所有となったビル旧下島ビルだった。2001年5月同該ビルの利用について株式会社ビジネスカフェジャパンが提案したオープンソース OS のリナックスの普及及び 情報技術の普及本拠としての l i n u x カフェプロジェクトが千代田区の公募により選出された。これにより旧下島ビルは Linux ビルと解消され、1階には喫茶店が併設されることとなった。1階の喫茶店は関東地方を中心として全国に営業展開している喫茶店チェーンプロントと提携し l i n u x カフェとされた。また2階には 一般ユーザー向けの情報交換や発信のためのペンギンビレッジが開設され、初心者から上級者までの幅広いユーザー層を対象とした IT 関連のセミナー講座などが開催された。同ビルのその他フロアには IT ベンチャー企業を優先的に入居させ、秋葉原での産業育成のバックアップにも貢献した。l i n u x カフェは秋葉原を訪れる一般のユーザーが気軽に、 Linux を体験できる施設として2001年12月5日に開店した。店舗の利用者なら無料で据え付けのパーソナルコンピュータや PDA が利用でき、公衆無線 LAN の無料提供も整えられるなど先進的な設備を有していた。2010年5月時点の Linux カフェは株式、会社 Linux カフェと株式会社プロントによる協業運営ではあったものの当初の プロントブランドからカフェソラーレブランドへと変更になっていた。開店当時にあったパーソナルコンピュータや無料講習無線弾は改装などによりすべて撤去されていた。また2階にあったペンギンビレッジは共用が終了されオフィスとして利用されたが2011年12月10年間の使用契約満了に伴い完全閉鎖となった。その後は 千代田区側も借り手を公募していたが、耐震対策及び、回収費用を借り手負担としたため、借り手が現れず、無人状態となっていた。2018年に入り、千代田区の第3セクター会社、秋葉原タウンマネジメントが名乗りを上げ、観光案内所や地域コミュニティの場として再生させることとなった。従来通り10年の無償貸し付けで使用する予定。 その後、秋葉原タウンマネジメントと NTT 都市開発の共同事業として、ビル名称を秋葉原ともビルに改称、リノベーションを経て2019年4月にシェアオフィス、ライフォーク秋葉原2を開業しており、1階の店舗部分もファミリーマートのコンセプト店舗、ファミマ。に NTT 都市開発によるカフェスペース、ソーファを併設したファミマ秋葉原ともビル、エステが、 同年12月2日に開店している。テラスより店内を望むメニューの一例店内は、全体的に、ベージュ色などのアースカラーや、モスグリーンなど温かみのあるパステル帳を基調とし、テーブルや椅子は一部を除いて明るい木目帳のものを採用していた。座席は、カウンター席やテーブル席の他テラス席を設置、また、円卓席が店舗中央に置かれていた。 カウンター席の壁面には段ボールであしらった生命の木をモチーフにしたような系統樹の装飾が施されていた。開設当初の名残として一部の席に設置されている電源は店舗の利用者であれば自由に使用できた。現在無料のコーシューム戦乱は提供されていないが、ホットスポットやフレッツスポット、M ゾーンなどの各有料コーシューム戦乱が利用できた。また、 2010年8月19日からはワイマ m a x の通信設備が設置され、店内でもワイマ m a x が使えるようになっていた。飲食メニューは基本的に他のカフェソラーレ店舗と同じであった。飲料はコーヒーやカフェラテ、紅茶、チャイ、ジュースなどが主で、加えて食事はサラダやパスタ、カレー、ロコムコ他調理パンがあり、デザートはケーキ類などがラインナップされていた。 種類は、ビールと、ワインが提供されていた。2010年6月2日より2011年1月10日まで、デボンプロジェクト LLP が運営するチュロス専門店、チュロスターの、リナックスカフェ秋葉原店が、デッキ部分を利用して営業していた。なお、チュロスターは同一敷地内にあるものの、カフェソラーレとは関係のない別店舗扱いであった。店内での喫煙は可能であるが、 店内奥は禁煙エリアとなっていた。明確な仕切りなどでの分煙はされていなかった。プロント各店では電子マネーのエディが利用可能であり、リナックスカフェでも利用できた。またプロント発行のエディカードで電子決済することにより割引が適用になる場合があった。開店10周年を目前とした2011年12月1日夜に、 同年12月25日に完全閉店する胸の張り紙が店頭に掲示され、その様子がツイッターなどのミニブログ利用者から即時配信されたほか、PC 系ニュースサイトなどにも掲載された。特に Linux カフェとの縁が深いツイッター利用者の中では動揺が広がった。閉店の理由は Linux ビル全体の改装によるもので、運営元のプロントコーポレーションでは、 同店舗閉店後にカフェソラーレ形態による秋葉原近辺での代替店出店は計画されていない。理念掲示開店当初のリナックスの普及やインキュベーション本拠の機能は様々な要因により次第に薄れてしまったが、現在でも秋葉原電気街の中心に位置する当地は注目に値する場所である。 店舗入り口にある壁面には、開店時に据え付けられた理念が、リナックスのマスコット、ダックスをモチーフとしたペンギンと共に掲げられている。前述した経緯から、ハテナダイアリーなどの評論や、技術系、ブログユーザーからの流れを組むツイッターでは、いわゆる聖地の扱いを受けており、ユーザーが、リナカフェナーと書き込みをすれば、今リナックスカフェにいるという、意思表示となるほどである。 特にツイッターの一部ヘビーユーザーの中では、秋葉原電気街の聖地巡礼地の一つとしているものもいるほか、偶然居合わせたユーザー同士でのオフ会が、突発的に店内で開かれることも少なくなかった。この様子は、旧 n h k 衛星第二テレビジョンで2010年1月8日に放送されたザ・ネットスターの第19回でも紹介された。その他、 PC パーツ系イベントの店舗貸し出しにも利用されているため、PC 専門市場などのメディア露出も多かった。また周辺には落ち着いて観覧できる手頃な喫茶店も少ないことから、秋葉原電気街における貴重な休憩場所でもあった。場所柄、店内にはノートパソコンやスマートフォンなどデジタルデバイスを持ち込み使用しているものが非常に多いのも当地の特徴であった。 ありがとうございます。